鈴音は幼馴染で、二人とも日陰者の陰キャ。陰の者同士で付き合い始めて2年も経っているのに進展ゼロ。あ、鈴音、その今日は親の帰りが遅いからさ、今日こそ脱童貞。久しぶり。あきょも全然変わってねえ。なんだこのギャル、なんで俺とスズネのことを。あ、左右。こいつが左右。若葉左右と俺たちは幼なじみのポッチ同士、陰キャ仲間として一緒にいることが多かったのだけど、左右だけ別の学校に進学して以来会っていなかったけど、どうしてこうなった？この陽キャが左右？まるで面影がないじゃないか。